分かってあげられなくて、ごめんなさい。朝が来る。清和と里子は職場で出会い結婚した。二人とも子供を望んだが、なかなかその時は訪れない。念のためにと病院で見てもらうことにした。念のため、そう、念のためだった。診断の結果は無精子症。清和は口を開けたまま放心した。遅れて絶望が襲ってきた。俺では里子を母親にしてやれない。思い悩んだ清和は離婚も考えた。それでも二人は一縷の希望を胸に、月に一度遠く離れた札幌に通った。しかし長きにわたる不妊治療も虚しく、ついに夫婦が子宝に恵まれることはなかった。申し訳なされ泣きじゃくる清和の背中を、里子は細い腕で抱きしめた。二人で一緒に生きていこう。二人は未練を断ち切るために旅行に出た。気ままで幸せな二人旅。これは前を向くための旅行。しかし、これが大きな転機となった。宿泊先の旅館でくつろいでいる時だった。テレビのチャンネルを回す手がふと止まった。清和は画面に釘付けになっていた。無言になった清和につられて、里子も目を移す。そこには一組の夫婦が映っていた。不妊に悩み苦しみ抜いた夫婦が、養子縁組を支援する NPO 法人ベビーバトンの手を借り、養子を迎えるドキュメンタリー。二人は無言のままその番組を最後まで見届けた。子供を育てられない親と子供を授かれない夫婦との架け橋となる。これは子供が親を探すためのもの。ベビーバトンの理念が気になっていた。たとえ血をつないだ子供じゃなくたって、この家には親になれる人がちゃんといる。二人は話し合い、養子縁組を結ぶ決意を固めた。説明を受け、条件に同意し、しばらくしてベビーバトンから連絡が入った。養子に迎える男の子が生まれたと。すぐ病院に駆けつけた二人は、生まれたばかりの我が子を優しく抱いた。母親と面会するかと聞かれ、二人はそれを希望した。産んだのはまだ中学生の少女だった。ごめんなさい。お願いします。少女は泣きながらそうつぶやくと、一通の手紙とともに子供を託してくれた。そして現在、朝とは6歳になり、二人の愛情を一身に受けて、まっすぐ心優しい少年に成長していった。朝とを迎えてから家の中が明るくなった。待望の我が子は二人を絶望から救い出し、家族三人、満ち足りた生活を送っていた。今日は朝との友達と家族揃って動物園へ。きっと素敵な一日になる。そう思っていた。不意に電話が鳴った。里子がそれを取る。受話器の向こうから消え入りそうな弱々しい声が聞こえてきた。片倉光です。それは、麻人を産んでくれた少女の名だった。記憶の糸を手繰り寄せ、少女の顔を思い浮かべる。突然のことに戸惑い、言葉を探している里子に向かって、光はとんでもないことを口にした。子供を返してほしいんです。後日、光は二人の目の前に現れた。しかしそれは、あの時会った少女とは全くの別人だった。さあ、いかがだったでしょうか。
映画の方はかなり時系列動くので、実際に見ていただくとこのあらすじとはだいぶ違う印象を持つかもしれませんね。で、あらすじはかなりシンプルにしましたけれども、実際には登場人物の背景が時間かけて丁寧に描かれております。で、お芝居もね、前編通してドキュメンタリーチックというか、かなり自然な言い回しとまで展開されていますんで、その人物の心の揺らぎをすごく丁寧に表現していると思います。で、映画前編はこの夫婦の、現在の生活から麻斗を引き取るまでの葛藤だったり、あとは麻斗と母親を名乗る謎の人物が訪ねてくるところまで、で、ここから視点変わります。僕はね、ここからがちょっと苦手、いい意味でね。で、この人物に近い人生歩んでる人間何人か知ってるんで重ねてみちゃいますね。まあ社会問題というかね、詳しくは見ていただきたくと。で、僕、河瀬直美監督の作品そこまでこう数見てないんですけども、前にね、だいぶ前に紹介したアンが数ある映画の中でトップクラスに好き で、僕ね、監督ごとの特徴とかってまださっぱり分かってないんですけど、もしかしてこの河瀬直美監督って自然の描写が多い監督さんなのかなって思ってて、なんかこう映画見ながらは綺麗だなっていう映像が多々あって、自然光を上手に使って綺麗な映像を多用するんだなって思いました。どうでしょうか、有識者の皆様の見解を聞きしたい。僕はまだ気づいただけなんで、それがどういう意図なのかとかさっぱりなんで、ぜひ教えてください。で、最後テーマ曲とてもいいです。曲名が朝と光。さあ、そろそろお時間の方が近づいてまいりました。朝が来る、現在こちらの配信サービスで視聴することができます。見たことある方ぜひ感想を寄せください。ほぼ 100% お返事いたします。で、最近生放送を始めました。映画仕事の僕におすすめの映画楽しみ方教えてください。次回は罪の余白、こちらのあらすじを紹介していきます。それでは今回はここまでです。お相手は私 Q でした。僕からは以上。